はい、はい、横さん、はい、大分です。ルーティーンでございます。はい、大分店ゴルフパートナー、はい、大分店でございます。 PR 動画になります。はい、はい、PR とは言ってもいつものように内容はただの趣味でやってますので、さあ、いいクラブを探しましょう。大分、なんかすごいね、アパレルがめちゃくちゃ揃ってるじゃん、ね、めちゃくちゃいいじゃん、広い、広いですね。こんなアパレルが揃ってるゴルフパートナーあんまりない、見たことないね。うん、すごい、総合ゴルフショップですね、完全にですね。あ、なにこれ、いきなりすげえの見つけたよ。沼沢モデル、沼沢裕二、沼沢モデル69,000円、すごい、69,000円。へえ、いきなりすごいの見つけた。見せてください。見せて見せて。中古クラブやって面白いな。デールヘッドありますよ。デールヘッドじゃない。デールヘッドじゃないの、っていうのはここは斜めに切り上がってるやつ、デールヘッド。じゃあこれは何だ、普通、え、そうなの、ああ、初代のホワイトロッドの5番か。お、これはどうだろうね。お、初代？はい。程度いいじゃん。もう程度いいの買ってゴルフショップやりたいね。もう、というか遊ぶやるのかも。はい、5月にオープンします。うん、すごいな、求愛点ですよ。求愛点もちょっと打ってみたい、打ってみたいんだよな。どうなんだテイラーって、あんまり打ったことないんだけど、うん、ね、でもコリン・モリカワ、うん、うん、いや今度ね、本当にこの上のね、このこのラインが出てフェース面がしっかり見えるようになったから、うん、あのね、すごい構えやすい。そう、今までちょっとね、そこが嫌だったのと、あとちょっと打感がなんとなく良くなったんだよね、前より。うん、うん、だちょっと興味あるはあるんだよな、うん、なんか飛ぶらしいじゃないですか、コブラ。コブラ、うん、そうなんだ。みんな使ってるもんね、シニアの選手ってね、うん、コブラ、ダークスピード、中外店ツアー。ああ、でも面が本当よく、あのそこのラインが入ってからすごく見やすくなったわ、このトップラインのね、ここが入ってから。うん、こういうの大事なんですね。ね、面が見えないと話にならなかったから、そこで初めてこういう、なんかユーティリティ結構いい顔してんだよな。なんか興味ずっと持ってますよね。ねえ。
ユーティリティ、でも今のあれがいいからな、オノフのユーティリティが。あ、僕の推しアイアンがちょっと値下がりしてる。本当？次世代アイアンの面いいやつ。いいやつね。これは本当いいね。うん、面がね、バシッとしてるね面が。うん、飛び系だけどちゃんと球上がりそうな。やっぱ改めてだけどさ、オノフのユーティリティ面がいいからさ、うん、先週ジャパンエースで209ヤード3ユーで OK ユーで取ったんだけど、うん、もう乗るね、ドゥン乗る、ドゥンっつって、ドゥンって言って、ドゥン、そういいわ。AI スモークの UTT も気になってるよね。うん、うん、セクシーを広田さんうまく調整できたかな。うん、広田さん調整ね、うん、3番ウッドですか。うん、これはあれだね、かぶってるっていうのもフックフェイスになったな。うん、ちょっと構えてみ。あ、結構座りがフックになったのかな。うん、よりね。うん、ここが高いのかな。うん、ここがね、座りが吹くんだ。でも悪くないよな。これはまたちょっと被ってるっていうのとはまたなんか違う感じだと思うんだよな。うん、うん、でもちょっとやっぱりドローバイアスだよな。うん、あと結構ねちょっとプル角強いですね。そう、プル角がちょっと強い。うん、なんか前の方は良かったと思うけどな。最近横須さんがね、中古よりもすごいニューモデルをめっちゃ見るようになってきたな。なんかでも一時より面のいいモデルが増えてきた感じがしませんか。ニューモデルが良くなってきた。うん、あとこれもでしょ、横須さん興味津々。そうそうそう、新進のこのユーティリティ、水野のクラブもう面が、そうだ、タイトリストもちょっと組まなきゃな。 T100 この間さ、はい、俺今ほら DST、うん、ダイナミックウォールのアイアン、うん、シャフトね、うんうん、使ってるじゃん、うん、でダイナミックゴールドツルテンパープロ支給してくれるから、うん、連絡したらこの DST 用はダノップ専用だから、うん、出せませんって言われて、うん、あ、そうなんだと思って、うんうん、だからダンロップだからメルカリで買ったこの間。うん、あとほらタイトリストもすごいシャフトのテストが厳しいっていうじゃない。あ、このテストを耐久テストとか、ね、合格したシャフトしか刺さないでしょ、はい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 、なんか外資みんなそうみたいね、うん、キャロウェイとかテイラーとかね。アイアンコーナーです。ヤマハこれになってね、藤田さん良くなったって言ったね、うん、すんなり移行できたって言ったね、うん、
そういう契約選手がすぐすんなり移行できるクラブっていうのはいい、非常にいいということですね。水野、ヤマハ、ホンマ、ブリヂストン、あ、さっきの推しのアイアンの中古ももう出てきてるんだ。聖子さんはウィルソン、それはめっちゃいいよこれ。昔ながらの顔してるけど、僕も一時あのウィルソンのスタッフ使ってました。あのキャスコがウィルソンだった時あったでしょ。ああ、そうだったっけ。うん、ほんと昔ながらのウィルソンスタッフ。結構6万9000円とかするんだね。うん、割と新しめのやつですかね、なんか見た感じ。そうなんだ。でも顔はかなりクラシカルだね。うん、こういう薄いソールでなんかヨーロッパ持っていくには良さそうだな、これ。目浦、目浦さん、結構ね、海外で見てる方とかね、うん、やっぱこう三浦のアイアンとかエポンのアイアンとか、こう中古でこの値段で売ってるの見たら絶対買ってくんだろうな、うん、日本に来た時に。そうね。でもこういくと木箱に入ってる三浦さんのアイアン、このグローレのアイアンどんな感じですかね、横田さん。ちょっと気になる、うん、見たことないこのグローレのアイアン。このシムたちはね、結構いいんですよ。メインよ。ぶっ飛び。良さそうですか。ぶっ飛び。5万円だね。あ、でもいい顔じゃないですか。うん、いい顔。なんか値下がりしたしてきはしてきたけど、なかなか下がりきらないですね、やっぱ人気のアイアンは。人気なんだろうな、うん、925、うん、925。ちょっと俺の興味ある、あれこれ MB とかあれだ、今年のじゃないわ。りょうくん使ってるよね。あ、本当、うん、MB、うん、これあれでいいや、去年もの量が2021でいいや。まだ高いからこっち買ってみようかな、こういうの。これもマッスルバック的な意味合いでいいんでしょ。マッスルですよ、完全に。でもこういうの買ってみようかな、 MB。 りょうくん何使ってんの、この MB。 うん、そうだと思う。CB っていうのがちょっと、ああ、なんか CB より MB の方が全然いい顔してる。面の向きが2021に関しては。あ、マーベリックプロ、これもちょっとレアアイアンだな。うん、うん、あ、これはいい面してるね。うん、すごい、これは飛ぶだ。これ楽でいいと思いますよ、ね、パカーンと、パカーンとね、うん、だって J チョイだってね、使ってたんだから、こういうやつ。これ J チョイが使ったやつだ。なんかさ、こういういい面してるのはプライトにして使いたいよな、うん、これ J チョイ。なんかさ、かぶってるやつはフラットにしたくなるけど、どんどん顔悪くなっていくからね、うん、
いい面のやつはね、なんかこうアップロードにしてこう楽に使えたもの、そういうクラブがいいよね、やっぱり。うん、歴代 X フォージとかポンポンポンって並んでるね、名機、うん、好きね、俺も好き、うん、うん、X プロ、 X18 プロだ。わ、これわいいな、これ。久保谷健一、これあれかな、代表オープンとか、あのツアー選手権とか久保谷が勝った頃じゃないか、富士山系クラシックとか、うん、なんか今立て続けに現代のキャリーバッグに刺さっててもかっこよくないですか。いやいや、本当いいよね、このグローブはね、うん、1万3000円ですよね。ちょっと欲しいもんね、本当いいよな、うん、もう一回それでゴルフしてみたい、うん、これもいいしね、うん、これね、ゼクシオン7000円だって、うん、ツアースペシャル、ゼクシオンのツアースペシャルだって、珍しくない。何ツアースペシャルって。ゼクシオツアースペシャル、これを何さくらちゃんたちが使ったってこと、本当、うん、結局最初慎吾とかもこれで活躍したもんね、うん、これなのかな、このツアー仕様のやつなのかな。あ、でもなんかさあ、うん、やっぱりこの形ってそういうことだよね、なんか、うん、こうこの時代日本のメーカーになかった優しいアイアンを、うん、ここで初めて作ったって感じだね。でも、もうジョーキャビティとか、あ、こういう感じだったんじゃないかな。なるほどね、うん、あのワッフルのキャビティ、うん、シャフトも S シャフトで良くなってきちゃった、なんか、うん、皆さん、もっとしんどくなったら SR もありますよ、ここに。まだ SR は大丈夫息子が絶賛してるシムマックス、うん、これいいですね、こんだけ売れたよっていう、うん、2019年第1位が、あ、第1位はこれだ、これどこだ、どこが正しいところだ、んシムマックスここですね、あ、2000、これ面白いね、この表、うん、2019年の第1位がこれ、これだよ。いや、G400 だから G410 ですよ。あ、本当だ、うん、プラス G410 プラス、これが1位だったんだ。ほう、あ、いいね、やっぱ良さそうだもん、飛びそうだもん。M4 は2018年だ、ここだ。宇野さん、何気にちょっと、かわいい、あれでしょう、 M4 やっぱちょっと好きでしょう、ね、うん、いや、今スプーン使ってるんだけど、うん、すごい、あの打眼がくっついてね、うん、コントローラブル。このお店もね、 M4 いっぱい置いてありますわ。あ、本当、選べますね、やっぱ売れたんってことだよね、うん、いっぱいあるってことは、うん、なんかここが赤赤だと AUSA なのかな。あ、なるほどね、うん、BMW みたいなのかな、うん、これもいい顔してる、ね、いい顔を選びましょう。いい顔してる、いい顔。ああ、これもある意味ちょっと面白いな。でも本当に一個一個違うわ、うん、これも面白い。
これで飛びそう。優しくて飛びそう。そう。いっぱいあるわ、こう、クラム。ちょっとピンのウェッジ使ってみたくなってんだよね、今新しいモデルの。おお、はいはいはい。出ますよね。出たのかな。出るのかな。ここにはないのかな。だってまだ多分。ないよ、中古。うん、これは結構買ったしね、俺ね。これじゃないよ、ヨゴさん買ったの。グライド 4.0、ヨゴさん買った。そうっけ。うん。これも買ったような気がする、ね。グライド4自動？うん。ちょっとちっちゃいの買ったような気がする。あ、それも買ったんだっけ？うん。これも買った。なんかユーティリティの中古が見当たらないね。たくさん見たべよ。ユーティリティの中古見たっけ。うん、ユーティリティの中古僕まだ見てない気がする。あ、このここの筒入れ、うん、ほらこっち見てないですよ。これ新製品ばっか見たな。うん、マジで。あの、芹沢さんが古巣に戻ったってニュースになってましたね。おお、あ、古巣なんだ。もともと丸まんだもんな。うん、確かに。これいいキャラクター見てたね、うん、マジェスティも。ちょっとね、池王子も使うって感じ。PXG タイトリスト、はい、うん、絶対探した方がいいですね、この中身は。うん、めっちゃいい顔になってるよ、これ。水野面もいい。桑原さんがやってくれてるんですよ、ちゃんと。ほら、めちゃくちゃいい面が。かなり構えやすいよ。まあ、ここが全部平行ですもんね、ちゃんとトップラインから。うん、全部揃ってるからいいですね。うん、構えてみたそれ。ああ、めちゃめちゃいいですね。いいっしょ。うん、めちゃめちゃいいな。うん、めちゃくちゃいいよ。うん、22度か、いいな。玉上がりそうだし。はい、ということでちょっと僕練習場も行きたいんですわ、はい、試合ながら。うん、はい、じゃあ今日はこんな感じにして、しはい、練習場に行きますか。はい、はい、じゃあゴルフパートナー大分店からでした。はい、うん。